私ギガロードに乗りたい。神将ギガロード、古代文明の遺産、忍びを滅ぼし世界を浄化すると伝えられる伝説の巨大シェル素敵ですね。アメ様ならきっと探し出せるに違いありません。かつて天にも届いたという文明が滅び500年、汚れた大地は人の世に恐るべき災厄をもたらした。その名を忍びという。伊勢の城はいただいた、あとは時を待つだけ。おぞましいね。もう襲われて随分経つってのに、むしろ増えてるんじゃねえか。さようでございます。神様に経過を報告しろ。監視は継続。はっ。姫様、ここんとこ元気ないね。そりゃさ、だってお城出てからもうどんくらい？3ヶ月。ちょっとミン、ユーズ、さっさと作業終わらせてこっち手伝ってよ。はい、ユーズ。お昼まだ？まだ。お部屋でお休みになられた方がよろしいのでは。姫様、王家に代々伝わる家宝です。あなたを守ってくれるはず。でもサンダー、姫様こちらへ。お母様、なりません。姫様、忍びよ、私は逃げも隠れもしません。伊勢国の巫女としてお前たちを招いてしまった罰を受けましょう。ですか。ええ、感じたわ。あれは何？生贄でしょうな。民の中には忍びに生贄を捧げれば災厄が収まると信じる者もいると聞きます。手のいい口減らしでしょうが。たくさんだ、ジメ、運転荒いんだからさ。ねえ、エリ、拾うの手伝ってよ。あ、姫様。え、どうぞ。バカな真似はやめなさい。
忍びに生贄を捧げても忍びも最悪もなくなりません。今すぐその娘を自由にしなさい。小娘、これは我らの村の習わし、口出ししないでもらおう。忍びの気配が集まっています。早くその場を離れなさい。お前たち、シェルの準備をしろ。急げ。何何、え、今から。アナ、アメ様の合図でハッチを開けろ。了解。リン、ユズ、エリ、アメ様のシェルを準備しておけ。了解。それ、これ以上邪魔をするというならこちらにも考えがある。どうして。サンダー、シェルだ。何者だ。忍び、バカな。ものすごく強い気配を感じる。サンダ、ここはお願い。姫様。どんどん気配が強くなる。忍びの残骸と人間の血。あの奥、ものすごく強い気配。何？忍びたちが何体も絡み合っている。人なの？Thank you.
この人は忍びと戦ってこの村を守ったんですよ。いいんだ。どういうつもりだ。食料です。この程度では村の皆さんにとって慰めほどにしかならないのは分かっています。では何だ。私たちの用が済んだらまた必ずこの村に立ち寄ります。その時その子が生きていなければ。お姉ちゃん、あのありがとう。元気でね。こんなよくわかんないやつ乗せてっていいの？姫様がおっしゃったんだから。ちょっとかっこいいかも。こらリン、見たところ傷は多いけど忍びの毒には侵されてないみたい。そうなのよね、運がいい子。姫様、え、今日は野営いたしましょう。あ、うん、お願い。ねえ、こいつ本当に生きてんの？ちゃんと息してるわよ。あの、元気？死んじゃった？燃料切れだ。みんな、お疲れ様。何か食べさせてあげて。いい食べっぷりだね。サンダの3倍くらいね。リン、お水。もう動けるのか。それは忍びよけだ。見たことないのか。そいつで忍びを倒せるのか。倒せはせん。近づけないだけだ。原理はわからんが効果はある。そうか。動けるなら姫様のところに顔を出したらどうだ。姫、お前のことを心配しておられたからな。綺麗。男の人に見られたことなくて。そうか。あ、ご飯食べた？ああ、米の飯、うまかった。よかった。急に倒れるんだからみんなびっくりしてたわよ。俺、腹が減ると全然力が入んないんだ。あ、これ、お前のもんだろ。あげるわ。こんな化粧臭いもんいらん。ほら、まだ治ってないじゃない。それはお前が。何？ん？ううん。ねえお前、名前は？スオ。スオ。お前は野球？だったら。私と一緒に来てほしい。この世界から忍びを消し去るために。忍びを消し去る。私の国は忍びに滅ぼされた。忍びがいなくなれば世界は平和になる。忍びは滅ぼさなきゃいけない。そのために野牛のお前の力はきっと役に立つわ。お礼ならあげる。お金でも食べ物でも。
面倒はごめんだ。え？それに俺はお前が思っているほど強くない。そんなことない。お前は私を強ければあんな惨めな思いはしない。俺は忍びと同じ化け物だ。姫様。おや、あの少年は一緒では。そう、やっぱりこっちにも戻ってない。さあとにかく中へ。サンダー、野牛を知ってる？わしの若い頃には純血の野牛もいましたからな。傭兵時代仲間として共に戦ったこともございます。そうなんだ。じゃあスオはやっぱり野牛の血を引くものでしょう。その血はもう途絶えてしまったのだと思っていましたが。天にギガロード、地に野牛。かつて人間は忍びに対抗するために生きた兵器として野牛を生み出したといいます。ですが野牛のその力と異形の姿は忌み嫌われ迫害されるようになったのです。彼らは人里を離れ辺境の地へ逃れていきました。野牛は私たちを恨んでいるの？どうですかな。ただ彼らはわしらから石を投げられるようなことは何一つしとらんのです。奴が忍び除けを勝手に全部外してしまいましてな。こんなものいらない。忍びが出ても俺が全部片付ける。それって一緒に行く。忍びに食われてたはずの俺の命をお前が拾った。だからこの命お前にくれてやる。よかった。もう会えないと思っていたからこれだけは言っておきたかったの。お前は化け物なんかじゃないわ。ましてや忍びなんかであるはずがない。だってお前の目すごく綺麗だもの。その色、空の色っていうのよ。昔空はあなたの瞳のような色をしていたんだって。私は絵でしか見たことないんだけどすごく綺麗だった。お前も見たらきっと気に入る。変な女。それはどういう。ちょっとちょっと、さっきから気になってたんだけど。張り切ってるな。ユズは姫様取られると思ってんでしょ。あんた、私らの姫様にちゃんとお礼言ったのか。姫様、お前を助けるためにすっごく頑張ったんだぞ。ユズ、それはもう。姫様。はい。ありがとよ。もうこら、姫様に対してなんだその口の利き方は。ん、ダメなのか。ダメに決まってるだろ。姫様ちゃんと言ってやってくださいよ。さあ出発しましょう。スオ、それを切ろう。そいつはわしが傭兵をやっていた時の仲間から譲り受けたものだ。めんどくさそうな服だな。姫様と共に行動するのだ。少しはまともな格好をしてもらわんとな。そうか。で、俺たちはどこに行くんだ。旧陸よ。旧陸。かつて私たち人間が住んでいた土地よね。隕石か何か落ちて住めなくなったんだよな。そう、地殻変動、大気汚染、異常気象、原因はいろいろ。そして今は巨大な砂嵐が旧陸を覆っているから侵入はほぼ不可能と言われている。でも行かないと。鬼神将はそこに眠っているの。鬼神将。鬼神将ギガロード、忍びを滅ぼし世界を浄化するもの。ただの伝説だという人もいるけど、
絶対にある。この石は伊勢国が代々受け継いできたもの、鬼神将を目覚めさせる鍵だとされているの。この石が鍵。鍵を受け継いだのは私だから、私がやらないと。なんとかして旧陸への道を探さないと。俺知ってるかもしれない。思い出したんだ、俺の育った村では始まりの地は一族にとっての起源であり神聖な場所だと言われていた。始まりの地、多分その旧陸のことだと思う。村には始まりの地への道も伝わっている。スオウを信じる。行きましょう、始まりの地へ。ああ、行こう、鬼神将を探しに。スオウ、ここで間違いない？ああ、岩山の形を覚えている。ここだ。姫様、たとえ旧陸への入り口がここで正しかったとしても楽観はできませんぞ。未だかつて旧陸を目指してあの砂嵐の中から帰ってきた者はいないのですから。分かってる。恐るべしですな、この嵐の中を苦もなく進んでいく。ええ、奇跡よ、スオウのおかげでとうとう旧陸にたどり着けるの。これは出力が一気に低下した。どうして、何？これはシェルです。おそらくこれまでに旧陸に侵入しようとして果てたシェルの残骸。ああ、そうか、ベルニウムです。大量のベルニウムを吸引するとシェルのエンジンは破損すると言います。ですがそれよりも問題は高濃度のベルニウム、人体にとって猛毒ということです。姫様。ああ見えてサンダジーは頼りになるし、今回はスオウもいる。きっと大丈夫よ。姫様、止まってください。危険しましょう。姫様、待って待って、スオウ、私も一緒に鬼神将。姫様、ダメです。これ以上は引き返しましょう。姫様。あと少し、あと少し。仕上がる。
到来国のお城。失礼します。ご気分はいかがですか？あ、私は到来国近衛部隊長橋場日向と申します。早速で申し訳ないのですが、会っていただきたい方がおります。お連れの方もご無事ですよ。ありがとうございます。助けていただいて。いえ、でもよかった。ベルニウム中毒は治療が遅れると命に関わりますから。はい。あの嵐の中を臆せず突き進むとは勇気が終わりだ。いえ、地下に入りますよ。変わったところでしょ。かつてこのような庭に趣を見出す文化があったようです。神様、お連れしました。おう、わざわざ悪いな。落ち着くものでね。ここは俺の隠れ家だ。信頼できるものしか入れたことはない。え、俺は到来国王太子カズサ死んだ。王太子、私は伊勢国の姫君だろ。伊勢国が忍びの大軍に襲われて壊滅したのを知らぬ者はいない。それにあのトレーラーにシェル、その辺の商人とかでは持てない代物だ。そして何よりお前が大事そうに身につけていたあの石を見て確信したのさ。石はどこに？心配すんな。俺の方でしっかり保管している。返していただけますか？ダメだ。あんな危険なものをこの到来に持ち込ませるわけにはいかねえからな。あの石が何なのか知っているのですか？その剣幕、間違いないみたいだな。あの石は伊勢国の巫女に受け継がれたという鬼神将の鍵だろ。そうです。忍びに殺された母の形見です。返してください。鬼神将は諦めろ。二度と旧陸にも近づくな。親の仇憎さで手を出していい代物じゃねえんだ。あなたに何がわかるんですか？それに指図される筋合いもありません。今すぐ石を返してください。勘違いするな。お前は滅んじまった国の姫そして俺たちが助けなければあの砂嵐の中でくたばってたはずの人間だ。お前の言い分を聞く筋合いこそこっちにはないぜ。でも困ります。私、石がないと。悪いが諦めてもらう。出なければお前もお前の従者たちの命も保証はできん。どうしてこんなことを。あなたが鬼神将を目覚めさせるのですか？まさかな。鍵を受け継ぐ巫女にしかその資格がないことぐらい知っているさ。鬼神将には眠り続けてもらう。未来永劫な。そんな、忍びは忍びに苦しむ人々を見捨てるのですか？鬼神将が忍びを滅ぼせるなら人間も滅ぼす力があるってことだ。旧文明の陣地を超えた強大な力は人々のさらなる恐怖と欲望の対象となるだろう。忍びがいようがいまいが人の愚かさが変わるわけではない。まあ部屋の中で平和を祈るだけの巫女には理解できんかもしれんがな。そんなことない。戦争で人間同士殺し合うあなたたちこそ何も分かってない。俺は鬼神将などという得体の知れないものにすがるつもりはない。己の身は己の力で守る。到来はそうやって強くなった。お前はどうだ？己の命は、民や家臣の命は守ることができたのか？一雨来るか。お母様。
様は寄進者を探さないって、今は必要ないって。仕方がないのかもしれません。人には天命というものがございますから、忍びに苦しめられる人々の心の叫びを聞ける者にしか寄進者を目覚めさせる資格はないのです。雨様には聞こえますか？心の叫び。おい、どうした？すみません、ちょっとめまいが。無理をさせちまったか。なんだお前は。スオ。こいつから離れろ。青い瞳、白い髪。スオ、違うの。なるほどな。何？小僧、なかなかいい目つきだ。だが相手を選べ。命が惜しければな。そんなもん惜しくねえ。まぬけ。お前の姫様は気分が優れぬようだ。あとは好きにしろ。従者たちの拘束も解く。到来にとどまるのも出ていくのも自由だ。心配するな。今交戦中の胸差しを平定すれば、到来の覇権は揺るぎないものとなる。そうなれば、俺は腐りきった古き体制を完全に葬り、全ての人間が強く生きる世界を作る。人間の手で忍びを駆逐するのもそう遠くない未来だ。お前の無念も晴れるだろうよ。よろしいので？石は俺が持っている。何もできんさ。それはそうと、闘技様がお会いしたいと仰せです。ちっ、おじきめ。立てるか？うん、もう大丈夫。ごめんね。なんで謝る？だって私やっぱ変なやつだな。ごめん。みんないるんだろ、行こう。うん。あ、姫様！姫様！ご無事で、あいつらにひどいことされたんじゃ。心配かけてごめんなさい。みんな平気だった？平気。私たちは何も。あ、スオも無事でよかった。死ぬわけないと思ってたけどね。ちょっとあんたたち。片身の石を申し訳ございません。私めが不甲斐ないばかりに。やめてサンダ、悪いのは全部私。そんな滅相もありません。真という人に言われるまで気づかなかった。ん？私はみんなのために忍びを滅ぼしたかったんじゃない。寄進者を探してたのは全部自分のため。母上や伊勢の国の人たちを奪った、忍びに復讐したかっただけなんだって。姫様。それに私のわがままでサンダやスオを死なせてたかもしれない。姫様、それは違います。石もないし砂嵐も越えられない。サンダ、私これからどうしたらいい？姫様、私は姫様がお決めになられた道にお供するだけでございます。そうだよね、私が決めないと。おい。うわ。なんて。お前はしばらくわしに付き合ってもらう。なんて。手合わせ願おう。だからなんで。姫様が気になるか。え、いや、あいつなんか変だったから。いきなりか。
勝負に勝つためにはどんなこともやる。相手が格上ならなおのこと。お前たち野牛は強い。強靭な肉体、そして乱れぬ心だ。心？さよう。恐れ、迷い、焦り、おごり。人は自らの心に翻弄され、乱れ隙を作る。じゃあ人のあんたは俺に勝てないわけ。さすがじゃ、うまく防いだな。だが相手がわしでなければ頭を割られていたぞ。あんた強いな。まだまだじゃ。真に強い者とは心を制し、己の道を見極めた者。揺るぎなき自信、不屈の闘志。わしはまだ己の道が見えておらん。お前は強くなる。強くなってもらわねばならん。まずは己の心を探せ。そして見定めろ。そうすればお前にも姫様のことが少しはわかるかもしれん。あんたは？わしではダメなのだ。なんで？おい、行けっそう。姫様を迎えに行って差し上げろ。殿、話とは何です？なあに、伊勢国の姫巫女を保護したと聞いたのでな。さようでしたか。真よ、わしはお前を信頼しておるのだ。血のつながりはこの戦国の世ではかけがえがない。そして家臣随一有能じゃ。もったいないお言葉。じゃがわしの知らぬところでこそこそ動かれるのはすかんな。こそこそとは心外です。滅びた国の姫のことなど叔父上の耳に入れるまでもないかと。見くびるなよ、信。わしのここはまだ耄碌してはおらん。伊勢国の姫巫女と鬼神将、その関係を知らぬとは言わせんぞ。到来がこれまで膨大な人と金を旧陸探索につぎ込んだのは何のためぞ。お言葉ですが、鬼神将などと得体の知れぬものを使って天下を滑るなど愚の骨頂です。人心をつかめぬばかりか、全勢力を敵に回しかねません。もとより承知よ。歯向かう者は蹴散らせばよい。そのための鬼神将じゃ。真、鬼神将は我が悲願ぞ。伊勢の巫女を世のもとへ連れてまいれ。よいな。行為。雨降ってるぞ。平気なのか？そうか。そう。か、うん。なんで？ほら、この辺は濡れてないから使えるぞ。そうじゃない。ん？ほら、スオもまだいっぱい濡れてるでしょ。ごめん。あの姫君を？甘かった。あのタヌキジジ、思った以上に鬼神将に取り憑かれていやがった。ではこれを機に到来の全権をあなたが掌握なさっては？ダメだ、まだ早い。胸差し平定までは待て。
しかし、ひなた。は。あの姫君とおじきを合わせるわけにはいかん。おじきが動き出す前に姫君を確保し、到来から出せ。よい。ごめんね。探してくれたんだよね。ああ、サンダに行けって。そっか。私、ダメだね。みんなに心配かけて。よくわからんけど、それってみんながお前を必要としてるってことだろ。それは私が異世国の姫で鬼神将を目覚めさせることができる巫女だから。私を信じてずっとついてきてくれたの。そうなのか。お前のことが好きなんだろ。違う、そんなわけない。私みんなに何もしてあげてない。私何も、私鬼神将を諦めたら私何もなくなっちゃう。震えてる。こうしたら少し暖かくなる。バカ。ごめん。そうじゃない。俺はただお前が笑えばいいなって。俺の目を見て綺麗だって言った時みたいに。そう。鬼神将を諦めても諦めなくても関係ない。お前はお前だ。俺はずっとお前と一緒にいる。そう決めたんだ。スオ、私。あ。オーロラが薄くなっている。やはりこいつは。雨止んだな。うん。よっ。ちょっと失敗。もうむちゃくちゃなんだから。ごめん。お前の方がずっと変。やっぱりお前は笑ってる方がいい。スオ、私やっぱり鬼神将を諦めない。もう一度あの人と会って話してみる。あのシンとかいうやつか。鍵を返してもらう。今度は俺も一緒だ。ダメよ、これは私。異世国の姫君だな。何か。その身柄拘束させていただく。拘束。国王陛下闘技様の命だ。邪魔立てすれば重罪となるぞ。どなたの命令であろうと正当な理由がなければ従えません。
理由？闘技様が望んでいる、それだけだ。抵抗しても無駄だ。おとなしく来ていただこう。さあ。うわっ。貴様と。ツアー！動くな。動いたら殺す。バカなことを。そこまで。日向様。あなたは。ご無礼をお許しください。あ、いえ。一国の姫君に対する横暴な振る舞い、決して許されません。青二歳の腰巾着が偉そうに。こっちは陛下の。関係ない。君も刀を収めてくれないか。この者たちはこの羽柴日向が責任を持って処分する。どうして私を。闘技様は伊勢の巫女であるあなたを利用して鬼神将を到来のものにしようと考えています。もちろん神様はそれを望んでいない。一刻も早く到来を出てください。それがあなたにとっても良いはず。日向殿、神様はどちらに。大変な気がすな。相手の動きに惑わされるなよ。船越の連中も必死だ。何をしてくるかわからねえぞ。だが無理はするな。明日にも神様の部隊が到着する。このまま戦線を維持するんだ。かがた様。なんだよでけえ声で。胸差しが城でも動かしたっていうのか。いやですが。足りめえだ。城を動かすのどれだけ大変だと。なんじゃありゃ。神様は自ら胸差し進行に出陣なさるおつもりです。日没前には城を立つでしょう。到来は一枚岩ではありません。くれぐれもお気をつけて。あなた方の道が混沌の闇に閉ざされぬように。来いよ、火の元に出られぬゴキブリどもめ。さあ言え、目的は何だ。誰の差し金だ。すげえ、サンダ。ん、お前たち戻ったのか。何そいつ。ああ、潜んで何やら探っておったから捕らえて締め上げていたら自ら命を絶ち寄った。口封じ。到来の影、噂に聞いたことがある。到来国王の権力保持のためにありとあらゆる闇の任務をこなす隠密部隊があると。しかしなぜ。サンダー。姫様、ご無事で。つもりだ。悪いな。やはり鍵を返していただきたいのです。貴様、手を出すんじゃねえ。こいつらは俺の客人だ。初めてだ。俺の人生で初めてのことだぜ。自分の下した決断に後悔するとはな。お前を生かしておくべきではなかった。話を聞いてください。言ったはずだぜ。鬼神将を諦めないというなら、お前もお前の仲間も命の保証はないと。無駄なことだ。俺の考えが変わることはない。私は到来という国が嫌いでした。武力に物を言わせて、なりふり構わず領土を広げている野蛮な国だと、そう聞いていましたから。でも到来の民は活気があって生き生きとしています。大人も子供も笑顔があふれていました。私が見てきた他のどの国の民よりも幸せそうです。きっとそれはあなたの目指していることが良い方向を向いているからだと思います。あなたなら人間の手で忍びを打ち滅ぼす世を作れるのかもしれません。それで。それでも私は鬼神将を諦めません。到来へ来てあなたと直接話をして、初めて到来の目指す道が見えてきたように、鬼神将があなたの言うように
本当に人の未来を脅かすものなのか、この目で手で確かめたいんです。それが伊勢国の巫女として生を受けた私の道、私たちの祖先が生み出した希望を信じて受け継ぐ使命を全うさせてください。ほらよそこまで覚悟があるなら俺を殺して奪え。そんなスオ目を見ればわかる、あんたが雨を切る気だってね。そうだ、たとえどんなに崇高な理念で作られたものでも最後には戦争の道具になり果てる。それが人が繰り返してきた歴史だ。鬼神将は絶対に復活させん。あんたの信じる道と雨の信じる道。てめえ、ヤギウダナは。だったらなんだ。相手にとって不足なしってことだ。面白い。力も速さもなかなかのものだ。だが剣の腕は空騎士だな。あんたは強い、分かってはいたけど想像以上だ。だけど負けるつもりはない。雨の進む道を閉ざすわけにはいかない。スオ、良い意志だ。それでこそこの刀で斬る価値があるというものよ。相当強い。だが負けるんじゃないぞ。お前ならできる。姫様を頼んだぞ。どんな手を使ってでも。なるほどな。これが野牛の力か。スオ、俺は大丈夫だ。すごい地、早く手当てを。来るな、まだ勝負はついてねえ。こんなの馬鹿げてます。どっちかが死ななきゃいけないなんてやっぱりおかしいです。バカは死ななきゃ治らねえのさ。何言ってるんですか。あなたは到来国の、いえ世界の未来のために必要な人です。あなたが死んだらどれだけの人が路頭に迷うか分かっているのですか。やはり殺しておくべきだったぜ、まさかお前に。神様、どうした。敵襲。忍び、壊滅したカガト隊からの報告です。伊勢城が動いたのは間違いないようです。城の通った後は人もシェルも村落すら忍びの毒素で溶けて跡形もなくなってしまったと。だが誰が城を動かしてやがる。まさか忍びが城を乗っ取ったってわけじゃないだろう。わかりません。城を動かせるのは私の両親だけでした。でも父は私が幼い時に他界して、母は、
駄な抵抗はやめたまえ、到来。月読み。でもあの時、お城と一緒に誘導したのですよ。忍びという無限の生命力と一つになったのです。お久しゅうございます、アメ様。ずっと見ていましたよ、忍びたちの目を通してね。まずお礼を申し上げねば。あなた方が明け渡してくれた城をより城に、海陸中の忍びを集めることができたのですから、これで私の崇高なお役目を果たすことができます。人間というこの世の毒を駆逐するお役目をね。月読み、どうして人間を駆逐する。こいつ何言ってやがる。だがその前に我々は始まりの地へ赴き、完全な力を手に入れるのです。さあ姫様、共に参りましょう。愚かで不完全な人間などやめて、飢えも病も老いることもない究極の生命へと進化するのです。いや、どうして、どうしてそんなことを。月読みも忍びを憎んでいたはずでしょう。残念です、あなたは理解していると思ったのですが。仕方がありません。鬼神章の鍵をいただけますかな、姫様。持ってない、持っていてもあなたには渡さない。困りましたね。アメ、やめろ。鬼神章など所詮人間が作ったおもちゃに過ぎないのです。目覚めたところで私が操る忍びの大軍の前には全く無力でしょうがね。やめろ、ガキは俺が。もうロイ、雨。あ、よかった、起きた。ここは到来の医務室よ。雨は、あたいらも置いてかれたんだ。イエス、また旧陸に向かったよ、サンダと。鬼神章探しに。あんたたち、どうせすぐわかるよ。行かないと。ほら、無理しちゃダメよ。そう、落ち着いて。覚えてないの？あなたのおかげで月読みが放った忍びをなんとか撃退できたのよ。ちょっとびっくりしたけど、その、ごめんね、ごめんなさい。これより到来は城を動かし伊勢城と戦う。勝ち目がないのでは。うるせえ。伊勢城は到来への攻撃をやめ進路を旧陸へ取った。狙いは鬼神章と思われる。伊勢の巫女アメ殿が鬼神章の鍵と共に旧陸に向かったのと呼応して動き出したのを見ると間違いないだろう。俺たちは伊勢城の背後に食らいつく。
アメ殿が鬼神将にたどり着くまで時間を稼ぐぞ。こいつはただの戦じゃねえ。到来の、いや、人類の未来がかかった戦だ。俺たち到来の進む道が未来永劫、王道足らんがための戦だ。やられっぱなしは性に合わねえ。伊勢の城に一矢報いる。城を動かす準備だ。見て、砂嵐が。遠くに見えるのは旧陸でしょうか。この様子なら前のようにはならんでしょう。行こう、鬼神将のもとへ。やはりベルニウムの影響は感じられません。センサー類も正常のようです。入り組んではいますが、方向さえ分かれば。ええ、スオウに聞いた道をたどっていける。スオウと言ったか、あの野牛の者は。はい、よろしければあの子たちと共に到来に置いていくか。月読みは旧陸を目指しているようでした。完全な力を手に入れるためだと。急がないと手遅れになります。旧陸上空のオーロラが消えた。砂嵐もな。え、どうやらお前が旧陸へ入ろうとしてくたばりそうになったあの時から変化は始まっていたようだ。あいつはもう目覚めているのかもしれん。主となる巫女を受け入れるべく。もう邪魔はせん。お前はお前の道を行け。姫様。見えましたぞ、旧陸です。おそらくですが、あの遠くに見えているのが富士のお山。参りましょう。うん。ここを見たらなんて言うかしら。姫様。旧陸がこんなにも豊かだなんて。海陸の枯れた大地とは違う。ここなら飢えに苦しむ人も減る。そうすればきっと。忍び。姫様、急いでここを離れましょう。今の音を聞いて別の忍びが来ます。姫様。一つ、二つ、大きい。忍びの集まるのが早すぎる。しかもどいつもでかい。これ以上は。サンダー。大丈夫です。よかった。しかし、ここまで数がいるとは。旧陸は忍びの巣窟のようですな。サンダー、音が。姫様。サンダー。姫様。聞こえる。富士の山が見えていますか。見えてる。イースターへ通りなら、鬼神将はあの山のふもと。忍びは私が引き受けます。姫は振り返らず、全力で富士の麓を目指してください。でも。心配ご無用。これでも戦士の端くれ、やすやすと遅れは取りませんぞ。では。
しろ。アメ様、間違いにありません。あの光、寄生虫です。サンダー。問題ありません。こちらを片付けたらすぐに追いつきます。嘘、忍びの気配でわかる。サンダー、一人じゃ絶対無理よ。私も。なりません。止まってはなりません、姫様。サンダー、大丈夫です。アメ様は強くなられた。ご自分が思っているよりずっと。いや、ずっと重い宿命を背負われて皆が待っております。さあ、もっと早く姫様をここまで導いた奇跡と人々の意志を信じて走ってくだされ、アメ様。ご油断です、アメ様。サブコントロール、準備完了。よし、俺はここから指示を出す。各自、持ち場につけ。民間人、避難完了しました。到来、発進する。発進。すごい、これが鬼神将ギガロード。風も光も大地を割るのも全部ギガロードの力。この力があれば。土をかぶってるけど傷一つない。ギガロード、起きて。座れってことよね。ギガロード、どうすればいいの？何？おお、すごい抵抗力だ。伊勢城をより城にしてなければ弾き飛ばされていました。これはこれは、まるで世界の終わりだ。月読み、な、何これは。アメ様、おめでとうございます。とうとう念願のギガロードを見つけましたね。お願い、ギガロード。答えた。おや、動きませんか。旧文明の破壊兵器の力見てみたかったのですが、まあいい、このまま踏み潰して差し上げます。早く、何かないの。シェルとは全然違う。またさっきからこればっかり。母様、動いた。
っけないですね。まあいいです、大事なのはこの場所、鬼神将が封印していたこの始まりの地。さあこれから忙しくなりますよ。新しい世界を作るのです。こんなに早くこの地が見つかるとは。雨姫を泳がせたのは我ながら良い判断でした。哀れな姫です。父も母も国の民も家臣も全部忍びにやられたのですから。いや、この私のため、正しい世界を作るための肥やしとなれたのだから、幸せなことか。何？強み、すべてあなたがやったことだったのね。許さない。失礼、聞こえてしまいましたかな、姫様。お望みなら力くがめだ。勝てる、思い通りに動く、これで終わりだ。あら、これはひどい。美しい自然がめちゃくちゃです。しかし伝説とは少し姿が違うようですが。だったら直接。もう終わりですか。やれやれ、無鉄砲なところは昔から変わりませんね。ギガロードが完全ではないのに無茶をするからですよ。ギガロードは神なんかじゃない、所詮人間の作ったおもちゃです。限界も制限もある。その息切れや体の疲労、体が燃えるように熱いでしょ。一種のリミッターのようですよ。機体の疲労や熱量の暴走をダイレクトに操縦者に伝えているわけです。そのあまりにも強大な力に自らが焼かれぬように。まったく愚かでおぞましい力です。生も邪もない、あなたのような憎しみに支配された人間が使えば、木々をなぎ、大地を割り、生命を踏み潰す。本当に人間は愚劣で間抜けな。おや、あれはトーラ、白旗を掲げている。監視あたりに見えるのは王太子の神ですか。城を動かしここまで追ってくるとは、さすがに行動が早い。よし、戦略軌道上、これより自走軌道に入る。切り離せ。あれが噂の軌道上、王太子自らこちらへ赴くというなら、話くらいは聞いてあげましょうか。結果は変わりませんがね。人間を駆逐し排除する。あなたにそんな権利はない。ああ、みんな必死に生きてる。自然を壊して人間同士殺し合ったり、他の命をいっぱい奪って、それでも私たちはこの世界に生を受けた。そして幾千もの時をもがき苦しみながら生きた。いえ、生かされてきた大いなる意志のもとに。あなたごときに人の存在をどうにかさせはしない。黙れ小娘。搭乗者を守るシステムか、偉そうに。いいものを見せてあげます。あれは、こちらは眼中にないって感じですね。好都合だ。あの黒い球体へぶつけられるか。なんとか、急増のコントローラーなので心もとないですが。おそらく奴の本来の目的はあれだ。一発かまして泡吹かせてやれ。はっ。目標をロックしたら私たちも退避しますが、どうしますか。まったく、いつ乗り込んだか知らんが、やはり行くか。ああ、お前には礼を言わねばな。
あの時お前が野牛となって戦ってくれなければ到来は壊滅していた。あの巫女さんのためだったとしても、この船は伊勢城に突撃後エネルギー炉を暴走させて自爆させる。衝突前にはお前も逃げろ。死ぬなよ。よし、本体と連絡を取りながら引くぞ。見えますか、この神々しい漆黒の大母体。これこそ私の悲願、暗中の人の世の汚らわしい汚泥を清める、残された希望。私は神に選ばれし者です。なぜなら忍びの細胞を研究中、運命的にまさに奇跡手に入れたのです。忍びたちの類稀な能力を有したこの不滅の肉体を。圧倒的な再生能力、自在に操れる細胞の変化、他の個体と一体となる力、離れた個体との意志の共有、支配、視界の共有。この神から授かりし力は私にあらゆる情報をもたらした。海陸の情勢はもちろん、人の入れぬ旧陸の様子、旧文明の歴史、そしてたどり着いた隠され続けた黒き真実、人の愚かさ、その本性。漆黒球、暴き出してやった。この私が、人類があらゆる禁忌を犯し生み出した自らを破滅に導くエネルギー。アメ様、実は忍びたちは繁殖できないのです。核を壊されると二度と蘇らない。放っておけばいずれ滅びゆく者たちだったのです。しかしこの漆黒球は忍びたちの母のようなもの、忍びの核を生み出し無限に増殖させることができるのです。人類は消し去ろうとした愚かな過ちの記録とともにこの黒き玉を。だがこの脅威の生命エネルギーの塊は旧文明の最終兵器ギガロードですら破壊できなかった。バカな女だ。ギガロードは封印されていたのではない。その様々な力場を操る力でここの施設ごと漆黒球を旧陸の中に封じ込めていたのですよ。あなたのおかげで旧文明の人々の目論見は水の泡だ。素晴らしい、新しい世界への準備は始まっている。あなたがギガロードを見つけ危機として復讐などという下びた美酒に身を委ね旧陸の大地木々を焼いていた時から。しかしその犠牲のおかげで人々は生まれ変わる。いいでしょう、見ていなさい、見せてあげます。特等席で真の浄化を。いつまでも人の業を捨てられるあなた、貴様はあの時の野牛か。舞台がまず覚悟を失している。ヤツだいぶ慌ててるな。あとは頼んだぞ。雨なんだだけじゃ心配だろう。お、サンダは死んじゃった。そうか、私バカみたい。自分にしかできないって。私ギガロード動かなくなって、伊勢の国の巫女なんて、私なんで、私月読みが笑ってた。私のおかげで忍びが増やせるって。スオ、私のせいでサンダが死んで、私を守ってお母様が死んで、私のせいで到来が、みんなが、私、スオ、私巫女なんて、私じゃなければこんなことにならなかったの。私なんか生まれてこなければよかった。アメ。
野牛の力は忌み嫌われて、いつも俺を一人にした。石を投げられても何を言っていいかもわからなくて、ずっとダメ、来ないで。ずっと惨めで一人でいいって思って。でもスロー、無理なの。ここは私しか、ギガロードは私を守ろうと。だからうまく言えないけど、アメとみんなと少しの間だけど楽しくて、初めてで。やめて、ギガロード、やめて。ずっと近くにいたいんだ。もう会えないなんて、そんなの嫌だから。そう、雨、勝負なんだ。知ってるだろう。もう離れないよ、アメ。何があってもずっと一緒だ。君に出会えてよかった。到来といえど、伊勢の城は失ってしまいましたが、この母体は完全な形で手に入った。目覚めたか、その炎の衣、鬼神将ギガロード。バカだ、まだだ。無駄だと言ってる。バカだ、このままではギガロードの出力が大きすぎる。こんな、一体何が。どうやったかは知らないが、エネルギーが暴走している。間抜けが、そのまま放っておけば、死ぬなら一人で死ね。卑しいハメ主義者が。スオ、私の中にあなたを感じる。あなたの鼓動が力をくれる。二人なら最後まで。見なさい、この神々しい姿を。旧陸中の忍びを集めた圧倒的なプレッシャー。この数の忍びをどこまで相手にできるかな。生み出すあいつにも核がある。淡く赤く光る忍びと同じ。それなら自らの熱で装甲がただれ脆くなってるぞ。取り憑かれた。しかし何だ、ここまで凄まじいとは。なんだこの力は。来るって今なら信じられる。
めん、ごめんなさい。今までありがとう、スオ大好きよ。熱風海陸武士ロード3時間スペシャルはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。